あ、なるほど。実際にはね、やらなかったんですけど、サウンドスタッフは結構その、スタッフのサウンドルームの中にこうスライムとかを持ち込んでこうピッチャンピッチャンってやりながら音を収録して、それを実際のサウンドエフェクトとして使ったりしてました。ある日僕のところにこういわゆるこうなんて言いますか、レシートが回ってきて、なんかスライム買ったお金とか書いてあるんです。これ何使ったんやっていや、それは開発に必要な費用です。まさに魅力的なキャラクターを作る上で、そのちょっとキモい、うん、強さは割と重要な要素かなと実は思っています。もちろんパッと見はこの愛嬌のある可愛らしい感じで愛着を持ってもらいたいと思うんですけど、たまにちょっと垣間見れるキモさ、このグロさと言いますかね、うん、そういうものがあることでちょっとフックを感じて、少しよりそのキャラクターに、そのあれもしかしてそのキャラクターって僕が考えたこの表面とは違う面を持ってるんじゃないか、なんかそういうことを感じて、よりキャラクターに対する愛着とか、あるいはそのもっと知りたいっていう、そういう感じを持ってもらえればいいなと思って出てきました。実際インクリングはイカの時と人の時はまあ可愛らしいんですけど、この変身するこの瞬間結構グロいです。今回オクトエキスパンション、80以上のステージがあるんですけども、実はその一つのステージの長さとか一つのステージでどういうミッションをこなせばいいかっていうのは、この結構そのステージによってまちまちなんですね。今までの、ヒーローモードであればスタートがあってゴールがあって、まあここからゴールまでたどり着いたら終わりだったんですけども、オクトのミッションはそのいろいろな条件でクリアする条件がいろいろ設定されています。で、もちろんスタートからゴールにたどり着けっていうものもあるんですけども、まあ例えばこの弾を転がしてゴールまで持っていけだとか、敵がいる敵を全て倒せとか、いろいろなミッションが課せられています。中にはこの一発のショットでこう全てのオブジェクトを壊せっていう、そういうミッションもあったりします。そういうミッションは一瞬で終わったりするんですけどね。でもそんな感じでバリエーション豊かなミッションがあって、先ほど残機数があったって書いてあった、残機数の設定とかもそのミッションによってまちまちで、1回しかチャンスがないものもあれば5回チャンスがあるものまで設定されています。で、ミッションごとにこの使う武器が設定されていて、ここはヒーローモードと似ているんですけども、使う武器のバリエーションはバリエーションというか選択肢といいますか、例えば、前のヒーローモードであれば、まあ、ブラスターであればいわゆるホットブラスターと同じ性能のもの、チャージャーであればスプラチャージャーと同じ性能のもの、1種類しかなかったんですけど、今回はいろいろな武器、ブラスターの中でももっとこう射程の短いブラスターとか射程の長いブラスターとか、いろいろな武器を使ったミッションが用意されています。中にはスペシャルウェポンですね、ジェットパックとかイカスピアとかのスペシャルウェポンだけでクリアしろっていうステージもあったりします。なんかそういう、こうミッションの中でいろいろな武器とか、あるいはそのスペシャルウェポンを使って、今までその対戦とかではあまり使っていなかった、ちょっと僕は自分が苦手だなと思って使っていなかった武器もそこで使って、その武器の楽しさとか、あ、この武器こうやって使ったら強いんだとかっていうことに気がついて、また対戦でそれを楽しく、その武器を使って対戦を楽しんでくればいいなって思いもあって、そのいろいろなバリエーションを用意しています。